あの森にはない。あの森にはな、呪われたピアノがあるんだ。あのピアノは壊れている。そんなことない。音は出る。俺が弾いても音なんて出なかったぞ。遅いぞ、マミヤ。ほら、見ろ。ピアノ、本当にあった。あのピアノ、カイ君だけが音を出せるんです。壊れたピアノをどうやって弾けると言うんだ。全日本学生ピアノコンクールに出場してもらおう。俺がコンクールだなんて冗談でも考えられねえよ。勝負だ。彼は天才でしょ。この会場をピアノの森に変えて。森の旗から通ってるから。ああ、色町だろ。片親で母親の職業がほらあれですから。そんな特別なやつは早いうちに目をつんでしまった方が平和のためだと思うよ。誰に習ったの？誰にも習ってねえよ。どうしてウェンディが落ちてるの？一番上手だったのに。ここにいたら自由はないわ。お前がピアノを弾き続ける限り、森のピアノはお前の中でずっと生き続ける。